死球式での豪速球が話題となった俳優の間宮祥太郎さん。プライベートではとある俳優と仲が良く、その仲の良さは他の俳優仲間が嫉妬して泣いてしまうほどだそうです。耳を疑うような驚きの仲良しエピソードを明かしていますので、経歴と共に見ていきましょう。間宮祥太郎さんのプロフィール。本名、ま渡り祥太郎。 生年月日、1993年6月11日。出身地、神奈川県横浜市。身長、179センチ。血液型、大型。学歴、神奈川総合高校。所属事務所、トライストーンエンタテインメント。経歴、 マミヤ翔太郎さんは小学校1年生から野球に打ち込んでいて、小さい頃から阪神タイガースのファンだったそうです。野球と同じく幼い頃から映画が好きで親しんでいて、日曜日に家族で映画を一本見るのが習慣だった影響で、将来は映画に携わる仕事をしたいと思っていました。マミヤさんは3歳の頃から祖父母に連れられて、毎年海外に旅行していたそうで、 小学生に入る前には祖父母と三人で世界一周旅行に行ったことがあると明かしています。中学校では野球部に入りますが、練習がとても厳しく、同学年の部員が次々に辞めてしまい、とうとうマミヤさん一人になってしまいました。そして中学2年生の時にマミヤさんも野球を辞めてしまいます。そんな時にモデルをしていた中学校の先輩がマミヤさんに目をつけ、 モデル雑誌の関係者に紹介したことで、モデル活動を始めました。ローティーンに人気のファッション雑誌、花中で、読者モデルとして活躍し、スマイル王子というキャッチコピーで、オリジナルで特集を組まれるなど、大変人気があったようです。モデルデビュー当時は、図書券が欲しかったという理由で、読者モデルをしていたようですが、2008年に、テレビドラマ、スクラップティーチャー、教師再生で、 日置翔太郎役として俳優デビューを果たしました。高校に進学後、2011年に3年 B 組金八先生ファイナルや花盛りの君たちへイケメンパラダイスなど話題のドラマに出演し注目を浴び始めます。同年、舞台銀河英雄伝説に出演したことで俳優としての視野を広げることができ、大きなターニングポイントを迎えたと語っていました。 2018年 NHK の連続テレビ小説半分青いでヒロインの夫役を演じ朝ドラ初出演を果たします朝ドラのオファーを受けた際は僕の顔は朝から見ると胃もたれするような顔で朝向きではないと思っていたので驚きましたとのコメントを口にしつつ自身もファンだという北川恵里子さんが手掛ける脚本作品への意気込みを語っていました2020年には NHK の大河ドラマ、キリンが来るにて、大河ドラマ初出演を果たしています。好きなタイプはマミヤさんは、かつて好きなタイプについて取材でこのように語っています。好きな顔のタイプは、可愛い系より綺麗系の女の子が好きとのことで、一緒にいて楽しい人がタイプだそうです。結婚相手について、結婚の準備をするのも子育ても、 全てが楽しいと思えるような、どんなことでも一緒に楽しめる人と結婚したいなと思っていますと語り、シンプルな服装の女の子が好みで、アクティブな予定がある時はヒールを履いていかない、座敷のお店ではスカートではなくてパンツで来るなど、TPO をしっかり考えられる女性がいいと答えています。また、初対面の印象では、笑顔や会話の聞き方、笑いのツボなどでどんな人か見ているそうです。 自身がグッとくる女性の仕草として、家事の手際がいい人にドキッとします。例えば、大根の皮を千切りにして、ポン酢に漬けると美味しいよ、みたいな、おばあちゃんの知恵袋を持っている人がいいと話していました。芸能人最速球。マミヤさんは2019年に甲子園球場で開催された、阪神タイガース対横浜 DNA ベイスターズ戦の始球式に登板しました。 そこで、プロ野球始球式にて、芸能人史上最速である時速139キロを記録し、大きな話題となります。当時の芸能人記録は、ゴールデンボンバーのダルビッシュ・ケンジさんが持つ時速135キロでした。26歳を迎えた自身の誕生日に、ファーストピッチセレモニーの決定を明かされ、時速125キロを出したいという目標を掲げていたマミヤさんですが、 その目標を大きく上回る時速139キロを打ち出したのです。始球式が決まった時は子供の頃からずっと野球をしてきたのでまさか自分が甲子園でファーストピッチを投げるとは思っていませんでした。夢のようですと喜びを爆発させました。始球式が終わった後は始球式では本当に1球だけしか投げられないのでとてもプレッシャーを感じました。 撮影の時よりも緊張したと思いますと明かし、今日の始球式はあまりにも短い時間に感じられて噛みしめることもなく一瞬で終わってしまいました。チャンスがあるならまたチャレンジしたいですと再登板を希望していました。俳優と三角関係マミヤさんは芸能界の交流関係が広く多くの俳優と仲がいいそうです。 俳優の菅田正樹さんとは出会ってから10年もの付き合いで、業界で一番古い友人で、高校生の頃は頻繁に放課後集まっては遊んでいたのだとか。当時、週5日のペースで遊んでいたことから、須田さんは大人になってから同じ高校だと勘違いしていたそうで、インタビューなどで、翔太郎と同じ高校と発言してしまっていたことを明かしました。俳優の成田亮さんとも大親友だそうで、 成田さんはマミヤさんのことを初対面では嫌いだと思っていたそうですが、マミヤさんから誘われて一緒に話しているうちに、めちゃくちゃいいやつと交換を抱き、そこから毎日飲みに行っていたと明かしています。他には、ヤモトユーマさんとも大親友で、ヤモトさんとマミヤさんは2014年に水球ヤンキースで共演し、撮影中にヤモトさんの自宅に泊まりに行ったことがきっかけで大の仲良しになったそうです。 山本さんは、この濃い顔で意外と貸したパジャマをきれいに畳んでいて、育ちがいいな。こいつだったら家に招けると思ったと明かしていました。2017年に映画トリガールで再共演し、同映画のイベントでは、プライベートで77日間連続で会ったと明かしています。ある時、あまりにもずっと一緒にいたので、何日くらいかなと調べたら、22日間ずっと会っていたことに気づき、 これは面白いなと思って何日一緒にいられるか挑戦してみた結果77日間毎日会い続けたそうです。山本さんが自身の公式 SNS で結婚と妻の妊娠を明かすとマミヤさんがたくさんの祝福のお言葉ありがとうございます。そういうことなんで俺はしばらく産休に入りますとコメントし仲の良さが垣間見られました。成田さんも交えた3人で仲がいいそうですが マミヤさんとヤモトさんが仲が良すぎて、ナリタさんが嫉妬して泣いてしまったことがあると暴露されています。ヤモトさんはマミヤさんから、これから彼女ができても、奥さんができても、ユーマが一番だよ、といつも言われるそうで、愛が強すぎて怖いと明かしていました。多くのドラマや映画に出演しているマミヤ翔太郎さん。ヤモトユーマさんとの関係には驚きましたが、 友達を大切にするところに好感が持てました。イケメンなだけでなく野球もとても上手だったりと多彩なところも素敵ですね。また始球式に出て記録を更新することを期待したいです。あなたはどう思いましたでしょうかこれからも俳優仲間といい関係を築いていってほしいと思った方は高評価をお願いします。 またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。